21時36分で、次、あ、もう40分に出るんや。とっとと折り返しましょう。40分に出るらしいんで、ちょっと見て。はい。以上ですね。あと、はい、来ますからね。いや、この電車が来るとか、これでいいや。何かこれ、これになったらギリギリ間に合うかな。1分間に合うとは間に合わないですね。すでに出てた後やったやな。おめえこの時間に電話放送行っても何もやってねえぞ。やってない上に5分ぐらいで遠向かいです。もうあのね、夢山温泉で特に駅から行けるようなところってないのよ、実は。あのね、夢山温泉から温泉街のところに行こうと思うと、参考バスに乗って、バスでちょっと上まで登らないといけないんだわ。本当に行って帰ってくるだけだよ。今日、こっそり季節の、取締りやっとったけどな。車内改札、珍しく検察が思ったでしょ、検察しますって言って、いや、あからさまに折って、で、多分目つけてやろうな、検察しますって、やっぱ案の定、発電料金の切符だけ入っとってっていうのが、で、通過料金言いますねって言って、なんか2000円ぐらい払っとったりな。まあ、気づいてはなくて、まあね、まあ、知ると、まあ、いいキャリアギョ怪人の兄ちゃんで、まあ、多分あれ、じゃこれ、ちゃんと通っとるかなっていうのを、多分確認したかったような、今でもすごいな、IC カードでもチェックできるんだ、まあ、IC カード持っとったら分からんや、普通。はい、で、160円だけさ、切符買ってさ、IC カード持っといたらさ、それ見せたらさ、いけるかなと思ったら、そうじゃなくてさ、IC カードがちゃんと乗車のチェックが入っとるかどうかチェックするね、ピッて、あ、入ってる、大丈夫ですって、へーって、それで一応、規制対策とかっていうふうになっとるんやなっていう、まあ、規制自体はね、特に近鉄はね、よくね、見かける、特にIC カードが出る前はね、うちら学生の頃とかで、それでよく車掌室の方に連れてかれてる人とかおったもん。お、名古屋行きの最終電車が来たわ。まあ、私もこれは、まあ、乗ってきます。はい、はい、では、また。はい、はい、それ。その元ネタ話とかもこんな時間ですよ。まあ、ね、これ38分でね、なんとかギリギリ夢山温泉に行って、これで帰ってこれるはずなんで、間違ってたら大変です。夢山温泉なんてもう、夢山温泉駅の前に放置かれたらね、もう投資しますからね、何もどうしようもないですからね、もう、あそこに一人で行っても、本当に。
あのちなみに旅館があるんちゃうかというね意見がありそうですけど、旅館があるところまではね、歩いてね2時間1時間はずっと山道歩かないといけません。歩いて行こうと思ったらね、そんなことできませんし、行ったところで宿がもうねない可能性はね十分ありますからね。宿の保証にですからね、この時間に、ましては温泉宿ですからね。そうそうそう、さあそんな遅い時間からチェックインが入るっていう想定してませんからね。さあ、まあとりあえず何はともあれ、まあ名古屋行きの最終の特急もね行ったんで、まあ電話線に乗っていきましょう。まあね、予想はしてましたけど、大バネーまでは誰か乗っとるかなと思ったんですけどね。まあ、とにかく、そりゃそうですよね。こんな夜中の米山温泉に行ったってどうしようもないですからね。多分、僕の方の車両には大バネーで降りる人は少しは乗ってると思うんですけどね。着いたら速攻取って、帰宅ですね。一応改札の外出たら出ますけど、運転手さんも不審に思いますよね。あれ、降りやんのってね。そうですよ。まあ、もう私だけですよ。誰もいないか。いないな。酔っ払って寝落ちしてる人もいなさそうです。これで有名温泉に行ったわけです。ただもうこの時点で11時です、ね。最後の、ターミナル駅、本当の意味でも本当の意味でもというかね、東のターミナル、名古屋駅ね、まあ、とてもじゃないけど間に合いませんね、ということなので、ね、まあ、改めて明日名古屋駅だけちょっと行ってこようかなと思います。本当はお店前に、ね、最後に行こうかなと思ってたんですけど、30日、まあいいね。まあ、名古屋行ってから伊勢まで回れたら回って、まあどちらにしたって定額ですからね、これで使いますんでね。いやー、しかし私勢いでここまで来ましたけど、まあ、これ戻って終電ね戻れると言いましたけどね、忘れてはいけませんけどね、これ家に帰るまでが遠足ですからね。家帰らないといけないんですよ。どうすんだこれ。さあ、そっとそっと帰りますよね。誰もいないな。本当に誰もいないですよ。気迫とかもなかなか通るんですかね。ぐるーっと回りますけど、まあ、どれぐらいもいないですね。それもそんなはずです。あまり見る時間はないでしょうけど。最後の答えにね、もうここまで行きますよ。これから行きますよ。行きます。
こんばんは。これってもうすぐ折り返します？はい、10分で。10分ぐらい。あ、はい。3分ぐらいで。ほんまや。それしか来たんだよ。まあ、とりあえずこんな感じ。まあ、とりあえずなんとか。夢は来ましたけど、本題会議どうしようかな。ということで、とりあえずこれで。パッとね、かしこ島から吉野、柏原神宮行って、小瀬行って、石黒行って、関係ながら行って、古行っているの、柏原経由から、関係ながら行って、上本町から南波行って、薬の橋行って、そこからぐるっと行って、柏原神宮からもう一回山と八木に行って、そこから田原本から西川本ぐるっと行って、行ってまいって、ぐーっと行って、とりあえず全部行って、回ってこいって、勝つ。ということで、なんとか、最後の、名古屋だけ残し、まあ、ちょっと間に合いませんでしたけど、全ての端っこの駅せ、ね、明日行って、まあ、とりあえずこれでなんとかしましょう。いや、近鉄をご利用いただきありがとうございます。この電車は四日市行き普通列車です。明日までじゃあ、パトツーした感じでね、分かったかと思いますけど、まあ、とにかくこの時間ここに来ても何もないんですよ。温泉街って言ってもね、温泉はね、もっとずっと山の上か、もしくはアクアイグニスがね、大羽根の方にありますけどね、あそこも12時で閉まっちゃいますし、そうなんです。あちらにね、日帰り温泉使おうと思ったら昼間に来ないとダメですからね。アクアイグニスこそね、12時までやってますけど、基本的にその山の上の方にある湯の山温泉の温泉街、3時ぐらいで閉まっちゃうんですよね、日帰り温泉は。お泊まりやっとるところって言ったら、まあ、希望層はね、9時ぐらいまでやってますけど、あそここそ実はそこからも離れてるもんで、なかなか歩いては厳しいし、あの公共交通機関も難しいですね、マイカーでないと。あ、その代わりなんかあの無料送迎バスとかあるんですけどね。ということで、なんとか終電で、これで終電かな。そうですね、これは終電ですね。まあもう私しかいませんから、ずっと喋りながらやってきますけど、まあとりあえず旅の総括でね、まあ多分動画としては本当に東大駅行ったよっていうのをね、パチパチパチと、まあ明日行く予定の名古屋駅のやつと含めてね、まとめたのと、あとあれか、あの土屋塚でね、あの乗り換えたね、あの普通電車のやつで1本とで、また改めて、ぼちぼちとね、間のいろいろと脱足をつけたやつを、作るような形にしましょうかね。ちょっとね、ある程度メリハリある動画もね、作っていこうかなと思いますんでね。編集は大変ですけど、まあ、あの、ちょうどね、今回から、どの動画がどう前後するかわかりませんけど、実は、おととい、新しいパソコンが届いたんで、実は、まあ、前のパソコンでもね、まあ、動画編集できてたんですけど、まあ、だいぶガタガタ撮ったのと10年使ってましたからね、逆に言うと10年でね、まあ、動画編集できるようなスペックにもしてあったんですけど、やはり処理能力は実際にね、試しに1本軽く動画で、ね、編集してみたら、3分の1近くで終わりましたからね、半分から3分の1ぐらいの時間で、終わったんで。やはりね、で今回はちゃんと動画編集向けのね、ちゃんとで組んであるやつですね、詳しくはそのね、こんなパソコンですよっていう、ね、動画をね、上げてるはずですんで、まあ、ちょっと後になるかもしれませんけど、ということですんでね、まあ、これはかなり脱足したところでね、言ってると思いますけどね、まあ、一応そういうような感じでね、組もうかなと思いながら、組んだんですよっていうのが、多分先に上がってると思いますけどね。そう、まあ、やはりね、大量のデータをね、ポンと落としてね、処理かけるのにね、やっぱ新しいパソコンだとね、早いですね、サクッとできますんでね、そうすると、その、ドカーンと作ったデータから、ね、ちょっとずつだけつまみ出して、まとめるっていうのもね、しやすいんですよ。意外とね、パンと取って一発取りの動画だったらね、ぶっちゃけ、本当にパソコンなんて、もう完全な一発撮りやったらね、もう無編集でやるって言ったら、全然パソコンなんてね、ほんと安いパソコンでも、ね、5、6万のパソコンでもね、YouTube で、ね、上げることできるんですけど、だってスマホでもできますからね、なんならそれやったら、パソコンなんか買って。で、それを軽く編集するとかね、いうのでも、
実はこれぐらいのデータをそのままこれぐらいにするのと、うん、これぐらいのデータをこれぐらいにするんやったらこれぐらいのデータをこれぐらいにする方のが安いパソコンでもしやすいんですよ、うん、元のデータが大きくてもね、うん、なのでねどちらかというとグラグラした動画が多いのはそれもありますね、あったんで、うん、まあそのあたりはねまあだいぶねそのあたりも内容が聞きましたんでね、お金からも出てこないですね。さすがにね桜ぐらいから小物からも中小物は大丈夫かな、うん、まああのこっち乗ってきたらね避難するなり。次はしかしいろんなところに行きましたね、改めて冷静に考えてみると、スタートが昨日の朝の始発の5時半の四日市始発列車で、で今日これラストが11時10分かな、11時8分、稲山線のですね最終電車で、まあ、これで完全に終わってないというのもあって悲しいですけど、うん、まあ、でも各にもですよ、もうここまで来ました。まあなんとかねいろいろとね見て回ってね中降りてこれですんで多分ちゃんと計算組んで、途中も何も降りやんとね、あの寄り道もしてないしやんと、もうポン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 って最短ルートでね回ったら2日あったら行けると、全然ね、いけるということですよね。